いつかあれはしたい。あの船乗って旅するやつ。私もしたいね。これ夫婦の趣味に抜群にええんちゃう。これきっかけで私ちょっとやろうかな。どうもー、おはらチャンネルでーす。もう始まんねん、今向こう向いてたやろ。急に始まんねん。そうそうそう、もう別にさ始まってますよ。あ、ね、もうしっかりしろ。あなたよ。ということで、前回のコラボ動画でお二人の趣味についてのトークがあったと思うんですけども、まあ、小原さんがこう趣味がないというか、お子さん育児が趣味。そう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 、本当にそうなのよ。変わってないの。子供が趣味やねん、もう。趣味、子供ってね。もうだから私言ったよ。だからあなた子育て終わった後のことも考えてって言って、そうそう、ああ、で私はもうウクレレやから。あ、そうよね、去年言ってたよ、はい、もうやめたやろ。やってるねそれはめっちゃ弾けるわけじゃない。いやいや、だから楽しんでやってる感じ。あの一人で、一人カラオケまだやったんや。やってるやってる、楽しいわ。いまだに花水木やってますいやいやいや、おかしい、やってないじゃん。花水木もなーれー披露してましたよ。花水木がもうすごく速くなったんよ、指をみんなも出てる。いや、あんまやってないやろ。いいのよ、いろいろ増えてきてるレパートリー。それ以後は増えてない、なんかウクレレの他になんかいろんなコラボ、いろんなコラボとかやってるやろ、川端さん、なんか YouTuber の人とかと。あ、でもそれ以外はないわ。だから言ったらないわ。ウクレレ一本で言ってました。言ってないやろこれ、声ちいちゃなってるしちょっといいや、あんなこんな、なんかあった。いや、だからないねん、だからもうないし。いや、それこそあれやんか、あんた、あの腹話術。腹話術ってちょっと練習したらできる。あと誰でもできた、できるんだよ。こんにちは。できた、できた。それでいいよ、これだけでいいよ。だからハートちゃん、めっちゃ可愛いね。ね、ハートちゃん、ハートちゃんって名前可愛いから、ガラガラ声やんか。やっていいよ。ないどーハートちゃんよでーって。いやいや、ハートちゃんのイメージちゃうねん。こんにちはとかじゃん。こんにちは、高い声しいやん。だからほんまは大体高い声の人が多いよ、あれ。あ、だからでもできへんやん。できへん。だから逆に言っとんよ、今も。逆にほらんって言って、そのパペットのその人らもなかなかその低い声のハスキーボイスの行くもん。だから自分の地声よりもなお低い感じで、ないだーって、あ、あーたちゃんやでー。それどんなレッスン受けんのって。ちなみに、まあ、今のお二人の趣味だと思うんですけども、はい、逆に夫婦での趣味ってあったりしますか。夫婦でなんかするしないな。たまに映画は見に行くとか言うとったよ、言ってた。でも趣味っていうほどじゃないもんな。そうで休みが合わんやろ、もう。結局いかねんね。結局子供のサッカーを付き添うとか、そういうことになってるから、はい。ちなみに、小原さんのブログで、夫婦で趣味ありますかっていう質問していただいたんですけども、結構回答ありまして。何ある。一番多かったのがですね、旅行ですね。二人でね、はい。で、まあ喧嘩しながら旅行します。あとですね、景色が変わると旦那がイケメンに見える時があるっていう人もいたので、家の同じ家の同じ空間の家の風景じゃなくてね。うん、分かる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 、すごい分かるな。あとは大きなところで言うと、ゴルフ、釣り、あと外食。釣り、釣りが意外に多かったですね。外食をもう趣味みたいに言うてもうたらあかんのちゃう。いや、ちゃいちゃいちゃいちゃ、よっぽどないってことや。そうやけど、2人で美味しいとこ食べに行ったことないとこ行こうかとかの、いつも行く店じゃなくてさ、ちょっと綺麗な格好してご飯行こうかとか。ああ、なんかやってたやんそれ。そうや、ちょっと美味しい、美味しいとこ行こうかとか。いつかあれはしたい。あのでも2人で言ってる、あの船乗って旅するやつは、あ、豪華客船のやつ、あれはしようって言ってる。私もしたいね。私と貯金してる。ジャパネット高田？何？そうそう、見てんねん。だからあれ見てまうねん、ジャパネットとかの。あれわかるわ。豪華客船。だからもう、で、だから洗濯機がある船はどれやとか、もう知らないもん。あれ全部ついてるんじゃん。あれ1ヶ月ぐらいやる。あれはないねん。洗濯機ないねん。そう。ほんまね、そこまで行ってさ、旦那の。二人は共通認識なんですか、あの船っていうのは。うん、そうそう、あの、あるもんな。あるもん、あの、お酒飲み放題でな。お酒飲み放題でな。プラス何度か払った他のお酒飲みでな。そう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 。朝からバンバンで飲んでも OK でな。追加料金ももう決まったお金で。で、毎日あそこの中でショーがショーが行われて。それやっぱ言うてる、うちも子供が大きなったら、マー君と1ヶ月ぐらいやって、どっか
いろいろ行こうかって。行ってみたい。それやん。じゃあ桑畑さんとことファミリーで行ってもいいよ。はい、あの夫婦と。確かに。よそのファミリー、桑畑さんぐらいの家族やったらさ、あの A ちゃんやったら要は。あとですね、趣味で多かったのが、夫婦での晩酌っていうのが多くて、はいはいはい、旅行の次に多かったですね。うん、やるやる。ありますか？うん。しょっちゅうじゃないけど、明日何にもないなって、昼からのサッカーやったらちょっと飲もうかっていうのありますよ。はいはい、じゃあもう、小原さんも川さんもお酒はもう、うん、私たちは大好きです。旦那さんも飲むよな。飲む飲む。今回そのちょっとたしなめる、めちゃめちゃお二人にぴったりなサービス、うん、新しい趣味を教えていただける方をお呼びした、はいはい、前置きが長くなっちゃったな。すいません。すいません。腹話術の話全部カットや。いや腹話術はマギオができへん。ちょっとカット。そこはカットしてもいいけど。では今日のスペシャルゲストを、お呼びします、はい。ワインソムリエの佐々木さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。シュッとしてますね。ワインソムリエの方のイメージってなんかこう、はい、うん、年配の方とか、はい、なんかこうイメージですけど、お若いですよね。そうですね、今あの36です。はい、でも思ったより言ってるやん。いや、なんか20代かと思ったよ。20代に見える。そう、あのそうですね、あの、はい、あの呼ばれることもあります。じゃあワインソムリエ、ワインのソムリエ、はい、まあ、今はあの現場のレストランで、うん、あの勤めてもいなくて、あのワインスクール講師やってます。講師やってはんの？はい、講師で先生になれるぐらいすごいって方やんか。一応の生徒数はあの日本一持ってる。今の言い方なんかやってしまいますけど、なんか日本一とか聞いてないこと言わなくてすごいか知らんけど、こっちからなんかこっちから言うてきたら実はっていうの自分からね。申し訳ないです。お母さん、お母さん、はい、スペシャルゲストです。あ、でも生徒さんってどんな方が来られるんですか？ソムリエの養成講座の講師をやってまして、うんうん、あとはあのソムリエの資格とあの一緒のワインエキスパートというふうな、もう難易度もすごく高いんですけども、あのその講師を長年こうやってます。だから通信のやつもやったりしてるってことですか？はい、今も完全にオンライン一本でやってます。あ、はい、オンラインでやるんだ。オンラインでできる時代になってます。あの、はい、ワインエキスパートっていうのもソムリエさんと同じ、ね、テストですもんね。そうですよ。あのそれでソムリエさんはちゃんとあのワインとかそういう飲食店とかで従事したらその資格を持ってって、それで働いてる人がもうソムリエさんで、これをもうまず取れへんね。一般の方が取ろうとしたらこのエキスパートっていうのもめちゃくちゃ難しいんですよ。そうなんだ。言いましょうか、うん、2回落ちてます。ぜひあの来てください。ほんまや。いやだからそういうのね、講座に通わんと自力で生きる思って自分で本買うて、あ、そういう勉強よ。だから、あのね、プロにやっぱ任せなあかんかったとはもう数年前ですよ、だいぶ前だけども、後悔してるね。そんな、はい、佐々木さんが、はい、なぜ今日来たのかっていうことね、うん、そうなんです。来てくださったのか。佐々木さんがですね、今回、新しいサービスのご紹介ということで、うんうん、ホームワインっていうサービスの、ご説明をしていただこうかなと思います。はい、ちょっと今回お二人にぴったりのサービスを、はい、あのがありまして、うんうん、ホームワインというサービスをやってまして、うん、あの自宅にいながらあの高級なワインを飲みながら同時に学べるというふうなあのサービスです。はい、学べる、はい、ちょっとね、もうさ、私さ、そんなんでさ、はい、あの詳しくは知らないよ。でももう知ってんねん、これめちゃくちゃ興味あって。ただ私は聞きたいんです、ワインの勉強って、ワインって言ったら細長いこういう箱が来るんかなと思ったら、はい、なんでこんな大きさの箱なんですかっていう、なんでこんなんじゃないの。ワインだからめっちゃ嬉しいわ。開きますのでぜひ開けてみてください。磁石で、はい、磁石でパカッと開けられる。一応見えるようなもんね。2人揃ってな、すいません、全員が見てパッパラッと開けますと、はい、これがワインなの。ワインなんです。何これ。でも丸々一本じゃなくてちょっとこう飲むの、ちょっとずつ入っとんよ。これいいやん。何ミリリットル入ってるのかな。これ100ミリリットルですね。だいたいまあレストランでグラスワイン注文すると100ミリか120ミリリットルなんで、まあ、グラスワインが4杯入ってるっていうイメージです。あ、グラスワインしかもそれが、はい、あのめっちゃいいやつなんですよね。普通で1本で自分で買えないような飲めないような厳選されたワインらしいね。それを今から説明されるんだよ。だから知ってんねん。あんたから聞きたい。結構いかへん。もう実力だから教えて。あ、どうしよう。あなたなんて喋んのよ。悩んだことあんねん。だから佐々木さんお願いします。はい、だからもうちょっと鈴木さんちょっと言うてて、世界中から厳選したワインをですね、そうそうね、飲むべきワインを飲むべき順番で飲んでほしいって考えてまして、あのこれあのちなみに1ヶ月目2ヶ月目ってこう続いていくんです。
ですけども、あの初月の1ヶ月目はちょっとこうパンチのある分かりやすい、後期の前って難しくなっていくんですよね、例えばマーベルとか、あのそういう映画って見て面白いんですけども、やっぱりこう名作大作って呼ばれるとこう監督の意思が入ったりとか、ちょっとこう考えさせるよ誰かが。であの例えば1本目のワインってこれアメリカのワインなんですけども、アメリカのワインって香りがもうパンチがあってパワフルでコクがあって、もう誰もがすぐにこう笑顔になれるような美味しいワインなんですよ。でまずはワイン自体を好きになってもらって、よりこうワインに興味を持ってもらって、そしたらフランスワインとかちょっとそのちょっとより高級な愛の、そしてまあ世界中を巡っていただくっていう風なあの趣旨ですね。あ、じゃあこれ毎月のこのワインの順番は佐々木さんが決めてくれてるんですか？はい、全部チョイスしてくれてるんです。ああ、それやったらちょっと逆に余計にね、なんか説得力もあって飲むのも楽しそう。だからね、1本で買ったら自分で高いけど、これどもうこんなん聞いていいんです、これ分けてんですか？あの瓶のボトルでいいワインがありますよね、それをこのホームワイン の, そのスタッフさんなり、ね、まあ、きちんとした人が分けてんですか？聞いていいの、それは？はい、もちろんございます。はい、実はあの自分たちで作った開発した機械がありまして、でそれでワイン の, あの味わい、香り味わいを損なうことなく、あのこう充填できるという小瓶詰め替え機を自分たちで開発しまして、まあまあ、特許申請中なんですけども、なのでワインの本当にもう品質は一切変わってないね。一切変わってないです。それ心配やって。でこれ今日飲めるんですかね、これずっとお話聞いて。それやな、全部でも飲みたいよ。どれから赤く、この白から飲んでくださいやつかな。はい、上からがあの順番 1,2,3,4 となってます。うんうん、一応の補助で冊子が届くので、当然このワインラベルも写真があったりとか、動画見ながら読み進めていただけるような、あの20ページぐらいの冊子も毎回届きます。はい、でちょっとあの1本目の一番上のワインなんですけども、ぜひこちらを手に取っていただいて、はいはい、ちょうどいい感じで今冷やしてくれてるのよ。はい、これがですね、まあ、記念すべきホームワインの第1回目の本当に1本目に選べなかったストーリーの詰まったもう大好きなワインなんですけども、ぜひじゃあで、どうやってね、だから家で入れる時もさ、どうやって入れたらいいかさ、あの教えてもらう。ナパバレーヤは美味しいワインが多いとこですよね。あ、すごい、なんか知ってんの？私全然わからないわ。かっこいいな、お話さん。力ないんかいな。いや、あ、中にはちゃんと。あ、いけた、いけた。すみません、力が年々なくなる。すぐ開く方が嫌やわ、なんか漏れてきたら嫌やから。そういうこと言うな。力強い。ほんま助かります。私も開けて、開けてね。とりあえず、はい、まず開けて。香りかけます。はい、でいいんですか。もうまだ入れましょうか。入れてからね。はい、買いであかんで、入れてからや。早い。これなんかもう、もう別にこれは普通に入れていいの。そうですね。まあ、あんまりそーっと。でも、はい、もう1本全部入れちゃっていいんですか。はい。え、全部入れていいの。あとはあのご夫婦で1本をシェアして飲まれるっていう方も、実際にあのすごくあのそうかユーザーの方が多いので、うんうん、それもすごくおすすめですね。そうそう、上の方からやりとかそんなもないんです。あまり上がりないんだね。泡立った方が綺麗ですね。泡立っていいの？ね、佐々木さん泡立ってる、泡立ってる。あんた泡全然ない。あんた下手くそや。佐々木さん、最後叩くのはどうですか？やらない、やらない。そんなんはいらないですよ。いらないかもしれない。いらないもん。パッと全部出てますよ。最後の一滴までありがとうございます。飲みたいですから。で、まあ、ワイングラス飲むときにちょっとこのくるくるこう回してあげるとか、あとまあ、そういうの聞いておきたいな。これが面白いですね。激しくやっちゃったらこぼれるので優しくなんですけど、怖いわ、やっぱ上手ですね。かっこいいな。こうしていいの？こうじゃん、こうじゃん。最初はですね、テーブルの上に置いてこうとかこうでいいんですけども、慣れてくると上に持ってこうですね。あ、すみません、これ何のために回す必要があるんですか？はい、これですね、グラスの内側が濡れるので、この濡れた部分からも香りが感じれるので、は簡単に言うと香りの量が増えるんですね。なるほど。私なんかこう混ぜることによって、でこの本だとお箸で混ぜたらあかんの、それやったら。まあダメですね。なんでなんで？ちょっとなんとなくなんですけど。見た目の問題や。フランス料理とか行って箸くださいって混ぜとったらもうあかんやろ。箸はダメですよ。大事や、エレガントなね。エレガントが。そんなにガンガン回すんだね。回しても全然大丈夫です。すごい、やっぱ上手。あ、でもそうしたらファーッと香りが。香りが広がります。でもこんな風にこんなしてみたいわ。でこのワインですね、ちょっと1本目めっちゃ好きなんや。はい、なんで飲んでほしかったかと言いますと、はい、これあの20世紀に起きたワインの歴史上の最大のまあ事件と言われているノンフィクション事件があるんですけども、1976年、この年はあのアメリカの独立200周年記念として、この1976年にあのパリにある、フランスのパリにある
でワインショップがあるイベントを催しました。それがフランスワイン VS アメリカワインをですね、銘柄を伏せて専門家に飲んでもらう。へえ。その専門家、例えばパリのこの三つ星 のシェフとか、うん、超有名なワイン評論家のとか、あと編集長とか、うん、本当にもうトップレベルの舌を持つって言われてる。で、全員フランス人なんですけど、ね、はい、で、アメリカワインバスとフランスワイン、白ワイン部門と赤ワイン部門があったんですけども、うん、その白ワイン部門で優勝したのがこのワインです。ちょっと取り方取る。いや、その時なんてね、今ほどアメリカワインなんか全然知名度ない時やったから、そこでワインといえばフランスに専門家たちをまあ騙したというか、はい、ね、舌を。すごい、それを今飲ませていただいてるんですよ。いや、なんか嬉しいな。いや、でもそういうの聞いて飲む、知って飲んだらさ、価値が余計な、うん、あ、そうなんやってな。こういう方とワインとか、ね、飲みに行ったら楽しいと思うけど、そういう動画があるってことですね、今の話してる。あります、はい、あ、だから余計楽しいわ。じゃあ次がグラス変わったから普通の、え、はい、白は白でもこんな、これでも使えるの。じゃあこれ普通でいいんやね、はい、ちょっと、なんでタイプが違うからですか。一応はい、ただ家ではもう同じグラスでも全然楽しめるので。OK、 それだともうね、匂ってみて全然さっきのとちゃうから。よしよし、ああそういうのいいね。いや楽しいな。うん、ちょっとやって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 、ちょっと匂ってみちゃう。佐々木さん匂ってみちゃう。香ってみなさい。香ってみなさい。香ってから匂うじゃなくても友達同士でも楽しいで、これ絶対。結局友達同士ちょっと盛り上がるけど、ちょっと匂ってみ、ほんなら。あ、香ってみ。あ、じゃあ回して、これも回すんですよね。あ、こっちの方が回しやすい。こっちの方が回しやすい。回さんと顔って回してええやろ。で、回せってさっき教わったんだよ。ちゃうやん、回った回したら匂いが全然ちゃうから。そやん、これ回してないの。ちょっとこれ回してない、はいはい、回してない。回してない、これは。ほらな、回した。あ、ちょっとちゃうわ。ほら、やっぱその通りですよ。香り変わるんですよ。え、めちゃくちゃすごい。じゃあ回さんとやって、回してからやって、あ、ちゃうなと思って。うわ、ええこと聞いた。皆さんええこと聞いた。私のこういう私のおかげで皆さんが学べるから。そうやな。回したらええってもん。じゃあ一回回さんと。果物に例えるとどんな、え、香りがしますか。ブドウ以外で、ブドウ以外の果物。何や。私はもうすぐ来た。え、何。リンゴ。私もなんかそういう感じ、うん、ちょっとさっぱりめ、はい、うん、リンゴとか、あとグレープフルーツみたいな香り。うん、じゃあグレープやないか。グレープフルーツ。全然違う。グレープフルーツ。だからちょっとさっぱりめの匂い。さっぱりめの、うん、はい、さっぱりめの香りですね。めっちゃ美味しいやん、これもね。はー、ちょっとすっきりと飲める感じのね、うんうん、だから同じ白でも全然違うんですね、やっぱね。4種類、上下4種類はキャラクターを変えて、うん、こう違いに気づけるっていうところからまずスタートしてほしいので。いや、だから今週はこれこれっていうよりも1日で全部やった方が、私白は1日で行きたい。白は1日で行きたいな。その方が比べて、あっちがああだこうだって楽しそう。そうやな、うん、そうやな、うん、1日2本は行こう、うん、これはやっぱ比べたいわ。そう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 、全然ちゃうもん、うん、違う。これなんか合わせるのこれがいいですよとかも教えてくれるんですか。ご飯、料理も違っています。で、料理とワインのペアリングマリアージュ会っていうのは、4ヶ月目、5ヶ月目にレストランを舞台に、もうそういう会があります。はあ、あるやん、ご飯屋さん行ったらさ、このご飯に1個ずつやってくれるの。あれめちゃくちゃ嬉しいやん、はい、それ家でできるんですか。家でできます。ワインがすごい好きな友達に買うときに分かれへんけど、自分がこうちょっと飲んで、これ美味しかったやつを一回飲んで美味しかったからってプレゼントしたら、まさか向こうはこんなちっちゃいの飲んでると思ってないから。でもええー、なんて知ってるんやろ。そんなええワイン一回飲んだことあんのってまず思わせといて、うん、いいかもな。そうそう、しかもね、有名なやつからあんまりこう知られてないやつもあるんですか。はい、後半に行くと少しこう希少価値の高いワインを取れてます。それもこの大きさ、急に半分になる。全部この大きさ、この大きさ、はい、ことです。途中から大事やじゃなってさ、よう見たら一回り細いとかさ。ないです。うん、ないね。ちなみに一番高いものと低いもので、金額ってこうどれくらい。はい、一番安い、一番低い、価格が低いワインで3000円ぐらいのワイン届けます。で、一番上のもので2万円のワインですね。だいたい平均すると9000円ぐらいのワインが届きます。あ、でも
ちなみに私も家で2000円とか1000円の方が全然飲みますし、あ、そうなんですか。はい、オーラさんおっしゃった通り、1000円とか2000円のワインと、ないしはもう1万2万円のワインというのも全然もう飲むべきシチュエーションとキャラクターが違うだけで、両方とも美味しいから、美味しいワインになることにはもう間違いないと思います。ね、その2万円とかワインって、お店で出てくるときはもっとおいくらぐらいで、大体まあ2倍以上で、有名な店やったら3倍ぐらい取れる、2.5 倍ぐらい、はい、店の名前っていうかさ、まあ、全体が、佐々木さんが今まで飲んだ中で、はい、もう一番高いお値段のワインって、はい、美味しいって聞くんかな、もう高いのでいいよ。それはまあ、一番高いワインでロマネコンティっていうワインがあるんです。私でも名前だけは聞いたことある、はい、それ一本何本なんですか。300万円ぐらい、うわでもあれ、これ店でね、店かな、お客様のご厚意で、私も一杯だけ一杯、はい、ちょっと勉強がてら、だってさ、昔覚えてない、アッコさんの誕生日でさ、高橋ジョージさんがさ、アッコさんのお店でロマネコンティおろしたんやん、100万円、あれアッコさん、そのもうだいぶ前もんな、あれ何十年前ので、ロマネコンティお店にあるから、和田屋さんにしゃぶしゃぶ屋さんで、うん、それ100万円でな、ジョージさんがポンと払ってな、そうで、みんなスプーンでな、ちゃうで、私覚えてる、裏行ってこういうのがあって、ここに入れてもらって飲んだ、私飲んだ、あんたあれスプーンいっぱい、みんな1000円、3000円やとか言って、誰かスプーンで飲む人とか言ってさこれやった、だからあんたロマネコンで飲んでね、私もそのスプーンで飲んでないよ、私こんなの飲んだで、ロマネコンすごいですよね。いやだからそれ、いやだからその時にこの価値を知っとけばな、そうなんだよ、まあ1本100万円、いやそれでも多分今ね、もっと値段上がってるわ、だって、へえー、そういうこと、そういうことや。せっかくなんで赤ワインもぜひ、ちょっと赤ワインも行きましょうよ。はい、もう続いてます。じゃあ赤ワインですね、はい、3本目と4本目はこれ国が一緒でチリのワインです、チリワインで、3本目の方はピノノワールというブドウから作られたワインで、4本目はカベルネソーヴィニヨンというブドウです、はい、そ聞いたことある、あ、カベルネソーヴィニヨンっていう名前の、あれブドウの名前なの、ブドウの名前です。そうなんだ。では3本目のピノノワールの名前やもんね、カベルネソーヴィニヨンはよく聞くから、それはそういう品、なんてそういうブランドみたいな、なんかブランド名、ブドウの名前、そのピノノワールがどっちかというと軽めの赤ワインの代表的なブドウ、うん、でカベルネソーヴィニヨンが重ための味わいの代表的なブドウ、私重いんですけど、じゃあ、はい、ピノノワールを左側の方ですね、こちらチリでもピノノワールでそんな美味しいのがあるんやな、もう知らんから。で今回のこのお塩っていうワインなんですけども、これがチリで初めて作られた高級ピノノワール、へえ知らない、はい、いやもう色がめちゃくちゃ、なんかもうこの、あんた色のことも言い出すんかいな、綺麗な色のことも言わせてよ。そうやな、泡立てて上手やな、入れ、うん、泡立てんの上手やな、泡立てるのどうやってそんな泡立つの。あ、ましたかましたか、いやもうまあもうええわ、こっちが3本目か、こっちピノね、ピノの、はい、っちもチロのピノで、こっちは何なんですか。こっちは壁ですね、壁ね、壁ですね、もう混ぜてないんですか、これは混ぜてるやつはやってないんですか。カベルネソーヴィニヨン若干混ざってます、ちょっと混ざってる、はい、メインはメインカベルネソーヴィニヨン、楽しい、あ、全然違う、ちょっと香りだけでも美味しい、すっごい、いや嬉しい、いや私だから初めね、今日趣味の話してたけど、うん、これ夫婦の趣味とか言ったら、これ夫婦の趣味に抜群にええんちゃう、楽しいやん、匂いちゃうなってな、俺ちょっと夫婦喧嘩してる時でもこれが届いたら仲直りせざるを得ないわね、えこれちょっと飲んで2人で仲直りできるじゃない、いや、じゃあ私ね、うん、ほんまにこれで見た時、いやちょっとめっちゃ興味あったけど、いやなんかうさんくさいな思ってたんよいやだからほんまに、いやほんまにちゃんとしたもんが届くんかと、あな、どういうことでそんなって、いや、ま、いやもう美味しいもん、まず夫婦時間もそこまで多くないからね、これきっかけで私ちょっとやろうかな、あと友達同士でもいいと思うよ、別に何かのサークルとか入らんでもさ、うん、今日やれへんって言ってさ、なんか届いたらちょっとみんな何人かで集まって、あ、楽しい、これだけでも楽しいのに、だから今は佐々木さんおるけど、ほんま動画で見ながらやからまたね、はい、それもそれで楽しいですし、ね、佐々木さんファンもおるんちゃう、もうおるでしょ、いや絶対やで、来月の佐々木さんみたいという、
動画。勝った人しか見ない。ただね、4本撮りとかしてますから結局一緒ですから。いやいや、来月の先月もずっと4本撮りとか同じ佐々木を分けて見てるだけだから、ずっとやり続けない。やっぱ1年はな、通して佐々木さんを見てと。やっぱな、え、これどんな感じなんですか。1年間どう、私がよく分かってる、教えてほしい入り方。私はほんまにやりたくなった。ありがとうございます。これ毎月届くんですけども、はいはい、これが基本的に1年間で12回で、うん、世界版を一周するんですけども、そしたら13ヶ月目からはですね、はい、ホームワインプロっていうのをまた用意してまして、うん、もっとグレードが上がるの。はい、グレードが上がります。というのもやっぱりこう最初の頃はこう、うん、難しいことを言ってしまうと、うん、そこでワインが難しいと嫌になっちゃうと思うので、うん、本当にライトな情報でワインを美味しいと思ってもらって、で、ある一定のこの知識と経験がついたら、うん、本当に本当にもっと内容深く掘り下げた解説と、うん、内容の深いワインが取れる。なんかちょっとホームワインプロっていう、うん、上がるんやで、ワインのちょっと種類もちょっとグレードも上がるし、よりこうコアな限定的なワインを扱えるということ で、もうワイン好きにたまらないね。で、まあ、これでほんまに好きになったらそっち行こうかっていうね。はい、そうですね。私ちょっとやってみてもいいかもな。これお値段聞いていいんですか、ここで。そうそう、私もそんなね、めっちゃ高ないね。だから、あんたが喋らんといてよ。あんたがネットで調べたこと言わんか。佐々木さんに、ほんまの情報知りたいな。じゃあ、ほんまの情報や、私のも見とんねん。あんたの味な、教えてください。はい、今定価版で1万5000円なんですけども。一月？はい。で、今キャンペーンなんかやってますので、ぜひ概要欄の方をチェックしていただければ。そうです。まあ、キャンペーンやってるから、今、うんうん、だからそういう時に入った方がいいよ、そら。うんうんうん。それだから正直ね、1万5000円、って正直思いましたけど、なんか夫婦のなんかどっか行ったりする時間とか考えたら、家時間考えたら、これちょっと飲みながら、ねえ、私ちょっといいかも。なんかそういうのがないんですよね。なんかいつも結局スーパーとかの並んでるやつ見て、そこの下どころに何か書いてくれてるやつな、なんかそれそこ読んでとかやけど、うん、なんかこういうちょっと、いや年齢もさ、こういうのをちょっとや知ってもいい年齢やん、そういうことで想像以上に大変やから、これ選ぶの、自分で選ぶのも。だから私ね、家やったらなんか訳のわからんコップでワイン飲んでるんですけど、やっぱこういうの買おうと思った。なんか買ってこんなんちょっとしてみたら本気で。定期的にワイン会のイベントがやるんですけども、ご夫婦で来てくれる方がすごく多くて、ワン、うん、セットを購入してくれてるんですけども、うん、1本を2人で分けて、うん、いつも飲んでますっていうことを何人も、うん、何名様にワインって言われるんですけども、やっぱりワインを通してそういう時間があるんだなってことを私自身が想像できるのもすごく嬉しいですね。作ってよかった。全然 OK よね、これ一人でまあまあ味わってもさ、これを半分でも十分ぐらいやね。そうそうそう、大きいグラスに入れたらなんか少ないかなと思うけどさ、うん、全然大丈夫。いや、なんか楽しみができたの。毎月の楽しみというか毎週の楽しみなのか、すっごい楽しみができたかもしれない。嬉しい、今日出会えてよかった。これが20代やったらこれはちょっとまだ早いと思ってます。やるのもええかもしらん、うんうん、ほんまに好きな人はいいけどな、うん、あとだから勉強してる人は20代でも、うん、ね、すごいまた知識が深くなって、うん、あともっとワインが好きになっていいと思うけど、別にその勉強してない人とかでも全然、そういう人こそやな、うん、ということで、このホームワイン今ちょうどキャンペーンということで、はい、概要欄の方から皆さんチェックしてみてくださいね、はい、割引が今ならあるそうなので、これを機会に、うん、始めてみましょう。はい、楽しかった。いやー、もうありがとうございました。すごい嬉しかった、楽しい時間でした。ありがとうございます。まだまだこの後いただきます。さようなら。私ももう家ではこうです。何がやだ、この野郎黙って真剣に聞いてから家で